どうもすいません、日刊スポーツ賞新山記念出走馬1頭ずつについて喋っていこうと思います。まだ覚えてないような馬が多くてですね、でまあクグナはそんなに強くはないんですが、ルメール騎手が乗るんだったらまあちょっと本命にするしかないかもなっていうふうに思いながら他の馬をチェックしていったんですが、チェックするごとに穴馬候補が出てきて、まあ結構面白い馬がいるんですよね。それではまずは馬場コースレース展開から考えていきます。馬場についてはですね、うちの方荒れてるように見えるんですけれども、まあ、砂ぼこりなんかは上がってても、まあ、掘れたりなんかするような感じはあってもうちの方があんまり悪くないというか、先行馬とか打ち目からロスなく立ち回ったような馬が有利というような競馬が多いですね、まあ、ただ追い込み馬に関してはやっぱり直線は外に出した方がいいかなっていうような感じで、まあ打ち付きも決まる可能性はなくはないじゃないんですけれども、まあ足を持っている、いい足を持っている馬に関しては基本直線向いてからは真ん中ところ外への意識が必要かなっていうふうに思いますね。それで、まあ、中京の芝っていうのは結構極端で、まあ本当に力のいる馬場で非力な馬では対応できないっていうような馬場になる時もありますけれども、まあ、今の中京に関してはそこまで極端に力がいるっていうような感じではないので、まだ力がつききってない明けて3歳になったばかりの馬たちですけれども、まあある程度はスピードより、まあ最低限のパワーはもちろん必要なんですが、ある程度スピードと器用さがあるような馬の方がですね、構想しやすい、そういったような馬場かもしれないですね。まあ、ただやっぱり逃げ馬先行馬ですね、その辺の馬たちが手応え悪くなりやすいような展開だったりだとか、まあちょっとそんなに強くない場合だと、ペースメイク失敗したりなんかした場合だと、その場合だと追い込み馬が有利になる可能性は高いかなっていうところですね。どの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですが、カスティーリア、東海キング、バスラットレオン、この辺かなっていうふうに思いますね。特にバスラットレオンあたりはですね、逃げたい可能性が高いかなっていうふうに思います。で、まあ、他の馬たちについては基本刺す競馬をしてきているようなところがあるんですけれども、まあ、ただやっぱりバスラットレオンがダッシュつかなかったりだとか、もしくは他の陣営ジョッキーが行く気見せる可能性もあるっちゃあるので、まあ、ダディズビビットあたりもですね、逃げようと思えば逃げれる可能性もあるので、まあ、そうですね、ちょっと今の馬場の傾向を考えると前残りが多かったりしますんで、あまりにも新山記念の前の条件戦とかで前残りが多ければ花を奪いに行くような陣営、もしくはまあそうですね、ポジションを取りに行った結果逃げる形になるっていうような、そういったような馬が出てくる可能性はあると思いますね。それでは右の方から一頭ずついきます。マリア・エレーナ。マリア・エレーナは、まあ、やっぱりディープインパクトだなっていう、走り出すとバネがあっていいエンジンを持ってますね。馬角がなくて410何キロとかその辺だと思うんですけれども、まあ、小さい馬なんですが直線パワフルな走りをして、でこの馬牝馬なのにあえてフェアリーステークスではなくて新山記念の方を使ってきたんですよね。これは多分陣営が左回りの方がいいっていうふうに思ってると思いますし、僕も左回りの方がいいと思ってるので、もし桜花賞が左回りの 1600m であるとしたら、マリア・エレーナは有力馬になるんじゃないかっていうぐらい、それぐらいの魅力を感じてますね。それでこの馬はですね、勝負どころの手応えが良くて、まあ、そういった意味ではいいんですが、逆に言うともしかしたら場合によっては引っかかってもおかしくない、そういったような不安定もあるっちゃあるんですが、それよりもやっぱり今の馬場ですね、まあ、結構前が残って追い込みが効かないような展開になることが多いのが今の中京なので、そういうような縦長で前が止まらないとか、そういうような感じだとさすがにきついですし、あとは団子状態で身動きが取れないとか、そうなってくるとあんまり内枠が良くなかったっていうような感じになる可能性もあるので、やっぱりその打ち付きとかするとか、馬群の中突っ込むよりかはなるべく広いところに出してあげた方がいいタイプではあるので、そういうような競馬ができるかですね。まあ、マリア・エレーナがいるポジションですね、中段よりも後ろのポジションがばらけてくれて、それで
4コーナー前後直線の入りで外に出せるとか、そういったような感じだと、はまればバッコーンっていうような感じで、一気にいい足使う可能性もあるので、そういうパターンが理想的かなっていうような感じではありますね。ブルーシンフォニーは新潟2歳ステークス重賞で2着してる馬なんですよね。ただそのレースに関しては結果分析でも言ったんですが、ロードクエストで田辺騎手がやったパターンと同じで、4コーナー直線の入り口で内面を通ってスッとスルスルっと上がってきてっていうような、ワープするかのような、そういったような進路が取れてるんですよね。ですから田辺騎手の新潟外回りの一つのパターンとして完全にはまってるところがあって、しかも新潟は直線が平坦なので、ああいうふうに進路取りとか加速がですね、スムーズにいって有利な形で運べるとですね、構想しやすいところがあるので、まあやっぱり田辺騎手がうまかったっていうところなので、その後の重賞では僕は軽視したんですが、やっぱり東京の1004でまともに競馬するといい足も使えず、ちょっと能力的にも足りなかったっていうような感じではありますよね。で、まあこの馬も使いながら、この馬なりに成長はしてますんで、あんまり馬鹿にはできないっちゃできないんですが、ただ根本的に切れる足がないっていうところがあって、ですからこのタイプはもっと短い距離ですね、短距離に使うか、それかもしくは極端に距離を伸ばして、スタミナ勝負というか、しぶとさ勝負ができるような、そういったような感じにしていった方がいいかなというふうに思うぐらい、それぐらいやっぱりこれぐらいのマイル前後になってくると、もう少しパンチが足りないといけないところがあるので、ちょっと乗り方としてはかなり難しいかなというふうに思いますね。まあ、ただ他の馬たちが自滅しまくれば、田辺騎手が持ってくる可能性はなくはないので、そのパターンはあるっちゃありますね。ルークズネストはですね、新馬戦の時の馬体なんか見てたら、ちょっとモーリスの悪いパターンというかですね、足が長く出すぎて、それで、なんか一瞬の動きが遅いって、コンパクトに動きがまとまらないっていう、そういう欠点が大きかったんですが、でも使いながらですね、ある程度しっかりとしてきて、ちょっと変わってきましたね。ですから、最初の頃みたいに、ふらつくような感じは直線ではならないと思いますし、今はある程度しっかり直線も走れるようになってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、ワンペースで一本調子というわけではないんですが、ただ、まあ、ちょっと速い足を使おうとするとじり足っぽくなりやすいタイプというかですね、やっぱりゴール前での勝負強さみたいなものはあんまり感じないところがありますので、まあ、この馬なりに全体的にバランス良くなって、能力の底上げはできてるんですけれども、まあ、このコースだとやっぱり他の馬たちが自滅してくれるだとか、そういったような感じじゃないとっていうようなところはあるんですよね。詰めの甘さが気になります。カスティーリャもモーリス産駒で、ルークズネストとカスティーリャ、同じモーリス産駒として比較すると結構面白いんですよね。新馬戦の時真逆に出てて、ルークズネストは後ろ足が長く見えて、体全体の動きが大きいように見えて、逆にカスティーリャの方は、新馬戦の時から全体的にコンパクトにまとまって、しっかりとした感じに出てたんですよね。で、それで、カスティーリャに関しては、使いながらどうなってたかというと、もう新馬戦の感じからすると、完成度が高いのかなっていうふうに見えてたんですが、まあ、ちょっと使って作りすぎたような感じになったのが2戦目ぐらいだったかなというような感じだったんですが、その後また、馬体全体が少し緩くなったのか、成長が見られて、全体的に大きくなったような感じがあったんですよね。ゆったりとしたところがあって、そういった意味ではただの早熟っていうような感じではなくて、まあ、こういうふうに馬が変化するっていうような、そういったようなところも見れるのも少し面白いんですけれども、ただ、このカスティーリャもですね、ルークズネスト同様、ちょっと足の使い方によってはゴール前で甘くなりそうなタイプではあるので、まあ、そういった意味では、このメンバーでやるとしたら右回りとかの方がもう少し乗りやすいかなというような印象はあるんですが、ただ、中京ででもですね、レッドベルオーブが勝った未勝利戦でですね、2着してて、その時なんかは結構4コーナーのところから強引な形でですね、鞭入れながら気合つけながらっていうような感じの競馬してますし、まあ、意外とオルフェーブル産駒に近いような、そういったようなしぶとい後半の足もあるタイプかなっていうふうに思いますんで、
まあそう考えたら、まあ他の馬たちが止まってくれるような展開とかだったら、意外としぶとさ出る可能性もなくはないので、まあ切れる足が足りないだとか、なんかそういったような部分はあるんですが、今の中京結構そのスピード競馬になる時もあるので、うまく縦長の展開で前目の方からなでり込むみたいな、そういったような競馬ができれば、この馬は好走してもおかしくはないかなっていうふうに思いますんで、手広くだったら押さえておいた方がいいタイプかなとは思いますね。ダディーズビビッド。ダディーズビビッドも、まあ、今回の追い切りなんかいいですし、だんだんと足先にバネがついてきて、この馬も良くなってるなっていうふうに感じますね。ただ、やっぱりこのタイプってですね、瞬発力タイプではないところがあって、基本的にはスピードとセンスで粘り込みたいっていうようなところがあるんですよね。まあ、レースセンスの良さとか、まあ、スピード能力の高さっていうのはあるにしても、やっぱりそういうタイプって一つ間違えば目標にされやすいタイプでもあるんですよね。ですから、うまく前目の方でですね、自分の競馬でまとめきればですね、後ろの馬たちの追い込み馬たちが足を使えないような、そういったような他の馬たちの素足を封じ込むような競馬できるんですが、ペースメイクとか仕掛け、足の使い方を間違うと逆に目標にされていいように使われてしまうようなところもあるっちゃあるんですよね。まあ、ただ、前走の武豊騎手みたいにうまく後半まとめきったらですね、ああいうふうにしぶとく押し切れるようなところもあるんで、まあ、浜中騎手はちょっとあんまり追えないんですけれども、ただ今の中京を考えると、ばらけてくれて前目の方から縦長の展開に持ち込めればですね、競馬しやすいと思うので、そういった意味では注意が必要かなというふうに思いますね。セラフィナイト。セラフィナイトはですね、ちょっとマリア・エレーナ以上に前残りの展開とかスピード競馬になりすぎた場合に、ちょっと不安が出てしまうっていうところはあるんですが、まあ結構全体的にまともな地力勝負になってくれると、このタイプは力は出しやすいと思うので、まあそういった意味ではこの馬の勝負強さとかですね、素足の良さっていうところは注目が必要かなっていうふうに思いますね。で、調教師さんも言ってたんですけれども、後半ですね、直線の部分、ラスト3ハロンですね、600メートルのところで、だんだんとラップが上がってる中で、ラスト200メートルが早い中で、そこで勝ってるっていうところがあって、これっていうのは高く評価できるんですよね。基本的に競馬っていうのは、ラスト400から200ぐらい、そこが一番早くなりがちなんですが、この馬の前走の勝ち方に関しては、ラスト200が一番早くなってて、まあ、だんだんと速くなっていく流れの中で差し切ったわけですから、それぐらい、まあ、余裕があるというかですね、後半の足があるということですね、そういう良さはあるんですが、ただ、まあ、やっぱりですね、そのラスト800、600ぐらいのところがですね、そんなに速くはなかったことによって、その分直線まで足が溜まった可能性もあるんですよね。ですから、今回もその4コーナー前後の勝負どころですね、あんまりペースが上がりきらなければ、このまま足溜めながら上がってこれる可能性はあるんですけれども、もしかしたら4コーナーから直線の入り口とか、その辺で前の馬たちが引っ張っていく流れになると、前走ほどは手応えよく足が溜まりながら上がってくることができない可能性があるんですよね。そのパターンがちょっと怖いので、その分マリナ・エレーナよりかは少しだけ信頼性が劣るかなとは思うんですが、ただやっぱりキャリアが浅い馬で、前走であれだけいい競馬して、2戦目でガラッと変わっていい競馬してましたんで、そう考えたら対応できる可能性がありますし、丸山元気騎手も、まあ、関東ではベスト5に入るジョッキーではありますんで、まあ、そういった意味では、まあ、この馬の良さが出る可能性はあると思いますし、この馬のいいところはですね、前走勝った時もですね、最終追い切りもそうなんですけれども、外側にですね、馬がいて、被されるような形になると、馬ってちょっと突っ張ったような走りになっちゃったりだとか、なんかフォームのバランスを崩しがちなんですよね。でもこの馬っていうのは、外の前に他の馬がいながらも、リラックスして自分の形でですね、自分のフォームで走れてて、さらに脚力でグイッと伸びて、かわすっていうのは、そういったことができるところがあって、まあ追い切りは遅れてるんですが、あれは余裕があってわざと抑えてるので、まあ、全然余裕があって、かわそうと思えば、追えば、
追い抜ける、そういったような余裕はありましたので、まあ、そう考えたらいい形で調教も終えて、でレース内容としてもバグの中に入ってもひるまないですし、まあ、そういった意味ではもう叩き合いでも最後グイッと出る足もある、勝負強さもある、まあ、これは結構直線勝負になればっていうのはありますね。ファルボーレ、ファルボーレは新潟2歳ステークスで構想した時はやっぱり後ろから腹をくくった分まだ力強さがついてなくてもそれなりに足を使ったっていうような形で、まあ、そんなに切れる足を使ったような印象はなかったんですが、ただ前走あたりからですねちょっと馬がガラッと変わってきて力強さが出てきてるんですよね。まあ、もちろん 1400m の流れがあって後ろから腹くくって直線勝負をしたっていうことでハマった部分はあるっちゃあるんですが、まあ、この馬自体貯めればですねそれなりの競馬するようにはなってきたかなっていうようなところはありますね。まあ、距離的には1004の方がいいんでしょうけれども、まあ、腹くくって後ろから行ったら他が止まる可能性もありますし流れ的にはまる可能性もなくはないので、まあ、そういった意味では抑えは必要かなとは思うんですが、ただやっぱり他の馬たちの方がですね能力を出し切った場合にはいい足を使えそうっていうのと、まあ、素足の持続性ということに関しては他の馬たちの方があるかなというようなところで、まあ、例えば、まあ、後ろから行って他の馬たちに先に足を使わせてラスト200とかでかわすみたいなそういうような競馬がはまれば怖いかなというような印象ではありますね。東海キング、東海キングは東海帝王の血統で貴重な血統ではあるんですけれども、まあ、東海帝王も運動神経やバネがあったところがありますし、ビクトワルピサのネオユニバースもですね運動神経のいい筋肉の質のいい血統でもありますので、そういった意味ではこの馬結構動きがいいというか運動神経が良さそうなスピード競馬にあったようなところがあって、まあ、うまくばらける展開で前目からスピード競馬に持ち込んだら今の中京だとこのタイプは怖いかなっていうふうに思いますんで要注意なんですが、まあ、ただやっぱり基本的にはですねその瞬発力勝負とかまともな中京の直線勝負っていうような感じになるとパンチが足りなかったりだとか甘くなりそうなイメージは湧くので、まあ、そういった意味ではどうかとは思うんですが、まあ、ただうまく噛み合うポジション取りとペースが噛み合った時には粘り込んでっていう怖さがあるので、まあ、その辺はどっちに取るかですね。結構そのどっちか2分の1ぐらいな気持ちでですね振り切って考えた方がいいタイプの馬かなっていうふうに思いますね。ルースは成長力に関してはちょっとわからないんですけれども結構バランスのいい馬体でセンスのいい走りもしてますし、まあ、人気ほどはバカにできない馬かなっていうふうに思いますね。で実際に前々走中山のサフラン賞では勝った馬サトノレイナスで G1 2着した馬ですし2着のテンハッピーローズはですね明日のフェアリーステークスで人気そうな馬ですね。まあ、その馬たちとあんまり差のない競馬で結構ルースの方がいいポジションから競馬してましたんでそういった意味ではもっと腹くくって乗ってたらもう少し差が縮まってたかもなっていうようなところもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、普通にここでも構想してもおかしくない馬なんですよね。で前走凡走したんで人気を落としてるとは思うんですけれども前走はちょっと馬体減があってですね調子を崩したかなというところがありますので、まあ、今回は前走以上になる可能性がかなり高いかなというふうに思いますね。まあ、追い切りの動きはいいですしあとはもしかしたら前走は輸送で減った可能性があるので輸送がうまくクリアできるかっていうところですね。で、まあ、この馬に関してはですねそんなに不器用ではないのである程度いいポジションから立ち回ったりだとか左回りも調子が良くなかったからよくあまり走りが良くなかったっていうだけであって左回りも問題なく右回り左回りあんまり関係ないと思いますんで、まあ、そういった意味では面白い馬にはなってくると思いますしただやっぱり他の 馬たちがですね直線いい足を使ったら、まあ、パンチでは少し劣るかなというようなところがあるので、まあ、この馬のいいところを生かせるようなそういったようないいポジションからいい立ち回りができればというような感じはありますね。まあ、少しパワーも足りない感じはあるっちゃあるんですがただ、こう見えて北海道の方のですね渋った洋芝で構想したこともある馬なので、まあ、そういった意味では
まあ、現状ではですね、そこまで大きな差はないかなっていうふうに思いますね。バスラットレオン。バスラットレオンはですね、ちょっと G1 でまともに後位からの正攻法の競馬しすぎたかなっていうようなところがあったんですが、まあ、それでもしぶとく競馬してましたんで、力つけてきてるなっていうふうに感じますね。まあ、ただ、やっぱり右回りの方がいいかもなっていうような印象で、左回り悪くはないんでしょうけれども、まあ、中途半端な競馬をしてしまうと、ちょっと左回りだとパンチが足りないというような内容になる可能性の方が高いかなというふうに思いますね。まあ、ただ、今の中京、前残りとかが多いので、そういった意味では思い切っていって、コーナーから早めみたいな競馬ができたらですね、まあ、自力つけてる馬なんで構想してもおかしくはないかなというふうに思いますね。レゾンドゥスリール。レゾンドゥスリールは、まあ、ローブ・ティサージュの子供で、ローブ・ティサージュは貴重なウォーエンブレム産駒で、まあ、2歳 G1 勝ちましたし、まあ、牡馬になってからも1004ぐらいでは結構いい競馬してたところもありましたので、まあ、そういった意味では、まあ、やっぱり子供もいい馬出すんだなっていうふうに思うぐらい、レゾン・ドゥ・スリールも素質ある馬なんで、いい馬なんですが、ただ、ちょっと後ろの力強さが足りないような印象、後ろの使い方なんかも浅い印象がありますので、まあ、そういった意味で、なんかこうコーナリングでの不器用さというか、スピードがまだ足りない印象があるんですよね。ただ、この馬ですね、加速がついてからがいいですね。まあ、勝ったレースなんか見てても、坂を上がりきってからのですね、ラスト数十メートルっていうところの伸びがすごく良くて、加速がついてからは結構安定したフットワークでいい足使うなっていうような印象があるので、まあ、そういった意味で、まあ、うまくついていけて、他の馬たちが止まりまくってっていうような形になれば、もしかしたらこの馬最後グイグイ伸びてくる可能性はなくはないかなっていうふうに思うんですが、まあ、でも今はですね、とにかくまだパワーがつききってなくて、まあ、そんなにスピード競馬や勝負どころでの緩急に対応できるっていうような印象がないので、まあ、そこですよね。まあ、はまったら怖いんですが、基本的には、そうですね、運が必要なタイプかなっていうようなところではありますね。ピクシーナイト。ピクシーナイトも、まあ、どちらかというと、他のモーリス・サンクで言うと、ルークズ・ネスト、あの馬と近いような感じで、最初のうちは体の動きが大きすぎて、緩いような感じがあったんですが、まあ、ただ、前走あたりはですね、結構コンパクトにまとまってきて、力強さも出てきてて、かなりいい馬体だったんですよね。で、ちょっとレース展開のあやで負けたようなところがあって、まあ、後方から内をつくしかないようなところがあって、他の馬たちが止まらなかったっていうような感じでもありましたので、まあ、内容としてはですね、まあ、勝った馬とほとんど変わらないようなところもありますし、まあ、とにかくこの馬は自力つけてきていて、で、まあ、今回の追い切りもそれなりにいいですし、まあ、自力はあるなっていうような印象なんですよね。ただ、その切れる足がそんなにないかもなっていうところもあるので、まあ、その辺はやっぱり他の馬たちが止まってくれたりとか、いろいろ条件が噛み合わないとっていうところはあるんですが、まあ、でも中京も悪くなさそうな馬ですし、まあ、あんまりその、なんというか、協調点もそんなにはないにしても、差し引くような、そういったような悪い印象もないんですよね。ですから、福永騎手の立ち回りがうまくいけばですね、この馬は普通に好走してもおかしくないですし、掲示板候補の馬としてはですね、結構、掲示板候補っていうような感じにはなってるかなっていうようなところはありますね。で、血統的にモーリスはちょっと体の動きが大きすぎたりだとか、なんかパンとしきらないような印象がある馬が多いんですけれども、この馬に関しては母系にキングヘイローが入ってて、キングヘイローって結構足先の強さがあるというかですね、そういった意味では、モーリスの欠点をカバーしうる血統ではあるんですよね。そういった意味では、この馬はですね、今後ある程度はですね、好走してくる、そうですね、クラシックのトライアルぐらいではですね、好走してきてもおかしくないようなタイプではあるかなというふうに思いますね。ロードマックス。ロードマックスはですね、まあ、新潟2歳ステークスの時から能力はあったんですが、あの時に変に先行しちゃったんですよね。ですから、その後は藤原秀明調教師が後ろから腹くくれて指示してると思うんですが、
そういうふうに腹をくくるようになってこの馬の能力が引き出せるようになってきて、まあ、そういった意味では岩田未来騎手にはいい勉強にはなったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ、やっぱり足を貯めたらハマる可能性があるまでいいんですが、ただ、まあ、それなりにいい足はあっても何でもかんでも突っ込んで差し切るっていうほどの切れる足もあるわけではないので、ある程度展開の助けは必要かなっていうような感じではあるんですよね。それでこの馬の変化は面白いところがあって、まあ、新馬戦に関しては置いておいて、その後ちょっと行きたがるところというか調教でもなんか抑えるのが大変っていうような印象があったんですが、だんだんと使ってくるうちにずぶさが出てきてるんですよね。まあ、もちろん道中に関しては引っかかってもおかしくはないんですけれども、まあ、4コーナーから直線の入り口とかは少しずぶさ、ゆるさが出てきてるぐらいで、まあ、追い切りなんかでも少しゆるさ、ずぶさが出てきてますよね。まあ、そういったような変化があって、まあ、だからといってその乗りやすくなったとかそこまでではないのかもしれないんですが、まあ多少雑に乗ってもですね、後ろから腹くくりさえすれば足は使えるようになってきている可能性があるので、まあ、そういった意味ではですね、まあ、戦法が固まってきているっていうのは怖い馬ではあるかなとは思うんですが、まあ、ただやっぱり他の馬たちの方が魅力を感じたっていうところがあって、まあ、消し切るのは難しいかもしれないんですが、まあ、そこまで強調点もなかったっていうところですね。技物はですね、素質は DC ってあんまり高く評価してないんですが、もしかしたらもっと素質が高いかもしれないっていう、今後の成長に関しては読めないところがありますね。で、まあ、現状でもですね、結構いい馬なんですよね。まあ、足さえ溜まればっていうようなところがありますし、眞柚子騎手もですね、まあ、なんか下の方から数えた方がいいかもしれないぐらいっていうような印象があったんですが、技物に乗ってる時は落ち着いて乗って、前走なんかは、まあ、後方で足を溜めて外に出すっていう、そういったようなうまく乗ってましたし、まあ、なんか技物との相性もいいのか自信を持って乗ってるのかわからないんですけれども、まあ、このコンビちょっとあんまりバカにはできないなっていうようなところがありますね。で、まあ、いい形で段階を踏んで競馬してきてますので、まあ、外枠で足がたまらないパターンはちょっと怖いんですけれども、うまく足さえたまればですね、いいところが出る可能性ありますし、ある程度ポジションとっても競馬ができるタイプでもありますので、まあ、左回りマイルぐらいも乗りやすい条件かなっていうふうに思いますし、まあ、人気ほどは差はないかなっていうふうに思いますね。で、まあ、結構足先の脚力なんかもありますし、まあ、体全体も結構うまく使えますので、比較的欠点が少ないタイプで乗りやすいっていうような印象はありますね。ククナは前走のアルテミスステークスの時はもっといいポジションから競馬できてれば育ちに勝てたかもしれないっていうようなことを調教師が言ってるんですけれども、僕はそうは思わないですね。やっぱり後ろから腹をくくって最後足を伸ばしたからこそいい足を使えたわけであって、ポジションを取って正攻法の競馬をしてしまうとその分末足が鈍りますし、ククナ自体もそこまでの力はつききってなかったと思います。ただ今回はですね、少しずつ成長の跡が見られますし、バランスも良くなって、まあ、ものすごく切れるというわけではないんですが、それなりの末足もありますし、乗りやすいイメージがありますね。まあ、ちょっと外枠なんで足がたまらないかもなっていうのと、これだけ一番人気として人気をかぶりすぎているとルメール騎手も自信を持って乗ってしまう可能性があるんですよね。やっぱりルメール騎手でも馬を見るっていうこと、相馬眼はあるわけではないので、まあ、それについては何度も言ってるんですが、ジョッキーというのは基本的には馬を見ることができない人がほとんど、まあ、パッと見のそのあまりにもそのクラスが違う馬だとかそういったような感じだと感覚的には分かる部分はある程度あるんですけれども、細かいところまで見れないので、やっぱりルメール騎手も他の馬との力関係っていうのは分かってない状態で、その中でこれだけ人気してるわけですから、なんか自信過剰な馬を信じすぎ過信してしまうようなそういったような乗り方になる可能性もなくはないんですよね。そこはちょっと怖いなっていうふうには思います。ただやっぱりルメール騎手っていうのはどういったような状況でもですね、ある程度その一番有利な形で競馬を進められるように乗ることが多いので、
まあ、クークナーは多分足は貯めた方がいいっていう印象、クークナーに対しては足を貯めた方がいいっていうような印象は持ってるとは思うので、まあ、うまくいいところで足を貯めて素足っていうような形だとそれなりの競馬する可能性が高いかなっていうふうに思いますし、まあ、他のジョッキーたちに先に足を使わせて最後伸ばすとかそういったのもルメール騎手が得意としているパターンでもありますので、直線が長い中距離ということを考えるとやっぱりルメール騎手クークナーというコンビは怖いかなというふうに思いますね。あとは前残りの馬場に展開になりがちでもあっても、まあ、それでもばらける展開ならある程度前目から競馬してもですね、今ならクークナーもある程度はいい競馬できそうな印象がありますので、まあ、そういった意味でバランスの良さ乗りやすさっていうところはあるかなと思うんですが、ただやっぱり人気ほどはですね抜けた能力はないですし、まあ、上位5、6頭には確実に入ってるんですけれども、まあ、ただ上位3頭に入ってるっていうふうに断言できるほどそこまでの強調点はないかなっていうような感じではありますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本命馬の副賞を買うっていうのは固定なのでマリア・エレーナの副賞は買うんですが、まあ、ただ最後までセラフィナイトと迷ってちょっともうセラフィナイトは諦めきれないところがあって、まあそういった意味ではですねマリア・エレーナの方が少し多めに買うんですが、セラフィナイトからも買うっていうような形で副賞もワイドもまあ単勝買えるぐらいな、それぐらいな後半の良さもあるんで2頭とも単勝も少し買ってもいいんですが、まあそれ以上にやっぱり馬連とかワイドも下絞ったところを少し厚めにっていうところで、さらに馬連に関してはですね100円ずつでも買ってもですねほとんどが万馬券なんですよね。クークナー以外はですね万馬券で、セラフィナイトからでももう一頭万馬券じゃない馬がいるかなっていうぐらいで、基本的にはほとんどが万馬券っていうところで、まあ、100円ずつでも抑えていったら来る可能、まあ、それぐらい手広くのところで消しきれる馬が少なかったっていう、そういったような混戦でもあるので、やっぱり馬連を行くんだったら手広く行った方がいいかなっていうふうに思うんですが、ただやっぱり強弱はつけてワイドは絞ってっていうような形で行こうかなっていうふうに思いますね。以上です。失礼します。